私から、本日、上告しおよび上告受理を申し立てたことについてご報告いたします。本年10月30日東京高裁において結婚の自由をすべての人に東京第一次訴訟の判決があり、東京高裁は同性間の婚姻を認めない現行法は性的指向による法的な差別的取り扱いであるとして明確に違憲と断じたものであり、非常に高く評価できるものです。高く評価できる一方で看過できない不十分な点も残されています。憲法24条1項の婚姻の自由は同性カップルにも異性カップルと同様に保障されると明言していなかったこと、しなかったこと、同性カップルについて配偶者としての法的身分関係の形成の規定としては現行の婚姻制度とは別の制度もあると述べたこと、現時点までに現行法の違憲性が国会にとって明白になっていたということはできないとして国売法上の違法を認めなかったことが挙げられます。したがって本判決のこのような不十分な点を看過することはできません。2019年の2月14日から裁判が始まりまして、もう約5年9ヶ月経ちました。でいろいろなことがあったっていうことはさまざまなところで言ってるんですけれども、これまでのやはり年月っていうものはよくよく考えてみればですね、やはりこの判決が出るまで私にとっては尊くとても価値のあった時間というふうに思いたいんです。で、札幌東京一時と判決が出てこのまま国会で議論が始まり制度立法化に進んでいきたいという気持ちはもちろんありますが、さらにですね、価値ある時間、尊い時間を、もう少し続けていこうというような、気概をエンパワーにして、最高裁に向かって進んでいく、進めていきたいというような気持ちで今はおります。これからの、それから若い世代の方々、同性愛者であっても同性と結婚ができるというような希望を持って結婚ができる、同じように社会で他の一般の方々と生きていけるというような希望を持って生きていけるような、そういった国になってほしいと思いますので、私も最高裁に一歩踏み出していきたいというふうに今考えております。